杉谷拳士といえば、はい、帝京魂ですけれども、まあ、キャプテンも最後やらせてもらったんですけども、まあ、前田監督には長所を伸ばしなさいってことしか言われなかったです。ガンガン先輩に噛みついていたんですけども、もっといけってずっと言ってて、あいつのプレーどう思う1年坊とか言って、3年生の人たちはなんだお前みたいな、それでも負けずにずっと攻めてたんですね。1年生の夏からレギュラーだった方たちが4回甲子園逃したらもうラストチャンスって言ってたんです。ラストチャンスって言ってるだけで、野球って勝つためにやってますかって言ったんです。そしたらみんなてん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 ってなって、それで前田さんがもっといけで、もうボッコボコにされましたけど勇気ありますね。最後夏智弁和歌山と帝京で試合終わった後に、はい、一球敗戦投手ですから絶対怒られる、俺あんなことしたのに絶対怒られると思ってたら決勝本当にありがとうな、うん、俺ら3年生何やってんだってみんなで話してたんですって。お前みたいなギラギラしたやつが入ってきて、なんか自然とお前に引っ張られてたなっていうことを言ってもらった時に嬉しかったですし、もう自分の長所を伸ばしていこうっていう気持ちで野球やってました。前田監督に呼ばれて明日練習って言われました。お前負け投手だから練習って提供で使われたものが、はい、プロでもあのムードメーカー的存在になれたのは生きた。ムードメーカーになろうと思ってたわけではなくて、本当に心の底から野球が楽しかったので、それを本当グラウンドで表現してたっていうのが一番正しいのかなと思います。提供高校の時もグラウンドで表現していましたし、何より3年間僕授業1回も寝たことないんですよ。一切寝たことなくて3年間めちゃくちゃ楽しかったんですよ。授業が話術じゃないですけど、ちょっとでも面白くなかったりしたらめちゃくちゃ突っ込まれるので、もうめちゃくちゃ鍛えられるんですね。もうあんな高校ないなと思いました。グラウンドだけじゃなくて、だけじゃなくて心の底から帝京高校に入って思ったっていう。帝京魂、間違いなく帝京魂です、はい。